ったってどういうことって、うん、綺麗になったってこととか思えるか、そうですよね、嘘でもいいから、うん、どういうことですかって突っ込んだら声張ったって、そんな直球でいいの。男女問題研究家の山崎セミ子です。本日の恋愛大学のテーマは、知らない間に人を傷つける発言について語る件についてお勉強していきたいと思います。本日も恋愛大学助手黒姫ちゃんです。恋愛大学助手の黒姫です。どうぞよろしくお願いいたします。皆さん、このチャンネル面白いと思ったらぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします、はいはい、ご存知の方も多いと思うんですけれども、実はセミコ先生にお悩み聞いてほしいという方、個人的に相談の受付もしております、はい、山崎セミコもしくは男女問題研究家で検索をしていただいて、公式のホームページからお問い合わせいただきますと、はい、今ズームでのお問い合わせご相談っていうのも受け付けておりますので、はい、ぜひぜひ、ね、こう来てください。はい、どんどんね、申し込みしていただいたらいいと思います。はい、気軽にご相談お願いいたします。はい、で先生、今回なんですけれども、ナチュラル失言っていうことで、はい、まあ、これって誰もがやってしまってるかもしれないっていう、ちょっと心当たりがなくてもとか、そう、悪気がなくてもっていうところがちょっと厄介なところではあるんですけど、先生、これって経験ございますか？最近経験した。ブログ私、実はね、最近ね、はい、この2ヶ月くらい前から、はい、13年ぶりに前も言ったけど、そうですね、再開して、週1日曜日だけ書く山崎ブログって言って復活して、はい、しょうもないこと書いてるんですよ。で、日刊現代 の、 その記事は真面目に書いてる、ね、あれ一応新聞なんで、はいはい、ブログは自由に書けるから、そうです、ね、私のプライベートで書いてるんで、読んでる方は分かる。ちょうど2ヶ月前に、はい、知り合いの税理士のおじいさんの息子さんが、はい、もう個展を開くから、お、うん、ぜひ見に来てくださいよ、はい、こんな大きな花持って言ったの。大阪のね、あべのハルカスって日本一高いこう超有名のね、はい、ところで個展開く言ってはったから、はい、税理士の先生、まあ、結構と示されたじじいやわそれ持ってって息子さんにご挨拶して、はい、いや今日は父も来てます、あら税理士の先生も来られてんねやと思って、父も来てるんでどうぞって案内されて、はい、行って久々に会ったの私、それ、はい、ご挨拶ご挨拶でって、うん、4年ぶりくらい、はい、今度は向こうとか言ってなんかご無沙汰してますって挨拶してんのよ、うん、丁寧よ、うん、上品よ、ご無沙汰してますっていう何があったんやって感じ、どうしたんですか、聞けへんそんな、どうされました、いやあまりにもお変わりになったんだって言われて、変わったらどういうことって、うん、綺麗になったってこととか思えるか、そうですよね、嘘でもいいから、うん、どういうことですかって突っ込んだら、声張った、そんな直球で今大阪弁あのいや超えると大阪弁で、ね、うん、太るってことあまりにも太ったからびっくりして別人かと思った言われて、私その途端にもうえってはみたいな、そうだね、なんか議員で はえ何ですかはってで言ったら、いやびっくりしましたって言って、そっから私決めてやんか、その息子さんの個展で絵売ってんねんけど、うん、絶対買えへん、そうですよね、絶対こうで買ったら思ったの、だけど絶対買わんとこう心に決めて、うん、絵だけさーっと見て、先生さよなら、心の中でおデブでごめんなさい、おデブで申し訳ないです、先生おデブでございます、デリカシーなさすぎじゃない、これね、知らないじゃん、人を傷つけて、でもね、先生ありがとうございます、そのおかげで私山崎セミ子はそれからダイエットしようもない、ジジイの一言でこのちょっと前のねビデオかな、私もうちょっとね、なんかビデオ見たらこの3年やってるから、うん、なんかこう痩せてみたり太ってみたり、結局考えてみたら、まあ、そのジジイが言うのもモデル、この1年でも10キロのなんかこう太ったり、なんか8キロ痩せてみたりって、幅あんのよ、はい、顔見たらめっちゃ超えてる時もあるし、もう顎の肉ある時もあるねんな、これで私もねめっちゃショック受けて、そら黒姫ちゃんで、ね、ダイエット始めて、はい、どんなダイエットしてるんですかってみんなまあざわざわするやん、聞かれるけど、気になりますね、今回は一番最新の新しいダイエットで、医療ダイエット、メディカルダイエットってやつで、オゼンピックっていう名前の著者があるのよ、これオリンピックみたいな名前で、自分が覚えられなくなって、どうせ何やってオリンピック注射って出てくるの、ちゃんとみんな間違えてはんねん名前、オゼンピックって注射があって、自分で打つの週1回、自分でですか、こっそり針を折れへんかなみたいな、お腹の肉に負けるんちゃうかなぐらい、細いやつ、それでね、1月で4キロぐらい痩せたもん、す
ごいですね。食欲ないね。でもこれ大丈夫かってみんな言われんねんけど、うん、まあ、ちゃんとこう認可されてるから、まあ、簡単に説明しますよね。これはあの知らず知らず人を傷つけるナチュラル失言やから、うん、ダイエットのこれはあの、まあ、認可されて病院でしか処方してくれへんねんけれど、うん、2型糖尿病型、はい、だから糖尿病って2つに分かれて、うん、2型っていうのは体重が増えたからなる糖尿で、体重痩せたら治るのよ。なんかその2型の方は体重落とすために、はい、そのこういうオゼンピックみたいな注射すんねんね。あ、なるほど。そみんななんか自然に体重痩せてんの、みんな自然に。なんか半年で6キロぐらい痩せるってところから開発したみたい。すごい。ダイエット用にめっちゃ効くけど副作用がねあってね。あ、どんな感じの副作用とか。結構きつい感じですか。ギア、結構きつくないですか。2回吐いたわ。お酒飲まれへん。一回入ったの、まあ、まあこんなような感じで、うん、もし気になるやつは山崎セミ子、はい、アメブロっていうので見てください。しょうもないこと書いてる、面白いですよ。でもよくほらブログは面白いから読むんですけど、一貫現代さんの方は読んでないんですよ、いう人が多いから、なんのこっちゃなお金もらってる方でまあまあいいんですけどね、うん、ブログなかなかしょうもないこと書いてるんで、まあ、そのおじいさんの失言、税理士の先生の失言があって、はい、私頑張ろう思いました。本当にこれから毎日日々年老いていくやんか、黒姫ちゃんも私も、うん、やっぱり綺麗でいたいなと思うよね。そうです ね、だからそれを思った時に、痩せた暁にはこの税理士の先生に手土産持ってご挨拶に行きますポジティブやねこれ。先生その時待っといてください。待っといて、もう生きといてや。怒ってるよね結構まずとりあえず失言の多い人と、なんかそんなネタありますか、黒姫ちゃんは。そうですね、私はまあ声だけはいいねっていうのをよく言われるんですよ。そりゃいや、声はすごくいいよね。わかる。そこしか褒めるとこなかったんかってなるよね。でもその時そう言われた時に黒姫ちゃんで一応なんて返事する？本当ですか、嬉しいですって言うやん。言ってきますね。これやね、大人。大人は怒っててもありがとうございますって言えんのよ。はい。だからこれね、私この間接的話法って言うんだけど、わってつけてダメよね。例えば出身は日本ですかっていう人みたいな、何でか言ったらゴリラみたいな分かんないよ。ゴリラみたいな人って出身日本ですかとか言ったらなんかカチンとくるよね。そう、ゴリラっぽい人からしたら、うん、もし冗談でやったとしても怒ってるわ絶対。出身どちらですかって聞けばそういいのに。出身そう、これはいらんねん例えば声はいいねとか、歯よ、歯はダメ、性格はいいねとかね、はい、頭はいいねって、スタイルはいいね、ああ歯ね、あかんわ。そこだけってなっちゃいますよね。わわあかん。性格はいいね、あと何なんって思うな。え、じゃあ見た目はダメってこと、うん、スタイルはいいねって、おブスですかってみんな思ってるのよ。だから歯つける言葉はダメ。なんか褒められてる気がしないですよね。褒めてるつもりかもしれないですけど、そうだからそうじゃなくて、歯なくて性格いいよねって言って、いや本当に黒姫ちゃんって性格いいんですよ、でこれで完結でいいの。いや本当に何言ったらスタイルめっちゃいいって憧れる、これでいいの。本当そうです、スタイルはいいよ言ったら歯みたいななるじゃない。頭はいいのよ、頭いいが脳みそ以外ダメだって思うやんかと。関節、さっき言った和法の含みのある質問ってダメよね。最近運動されてますとか、ちょっと遠回しやけど、うん、これ張ったっていうことやね、太ったみたいな、最近運動されてますかって含みあるよね。なんかよく食べそうですねとかねなんか含みのある、ちょっと失礼ですね。失礼、絶対ねこういうねデリカシーがない、はい、こと言っちゃダメ。これをついつい言っちゃう人はどういうふうにして直したらいいかってことを言いますね、はい、相手が喜ぶ、どうやったら喜ぶかに照準を合わせるの。うん、例えばあの私がパッと見た時に結構ね、はい、あのブティックやっててよかったなものは、はい、相手のいいところを見ようという習慣づけたの、ね、あ、なぜか言うと褒める時に嘘くさいこと言っても確かに伝わらないんですこれ、はい、だから即座にその人のいいところ、可愛い靴履いてた、うわ靴可愛いとか、はい、まあ、褒めるとくない人ってあんまりいないの。周りに一人はおるかもしれへんよ例えばお肌ツルツルとか綺麗な肌ですねとか、そうですよね、うん、もう本当に細かいところでね、化粧のアイライン一つでもなんか袖発色いいねとか、そう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 、あのいやそのコンタクトレンズちょっとカラコン似合ってるってとか、髪の毛黒姫ちゃんってね、もう人魚姫物語みたいな、もう生まれた頃から切ってないぐらいの感じぐらい長いの
髪の毛ね、そうですね、すごい髪の毛長くて素敵よねとか、例えば本当のことを言うっていうことね。だから相手が何を話せば喜ぶかだけ、だから決してさっきの話に戻りますけど、おじいさんが私に太りすぎたね言うて、私喜びますか？喜びませんよね。誰も喜ばないです。喜ばないよね。周りで聞いてた人も何も言われへんやん。そうですよね。そんなこと気にせんでよろしいやんとか言われへんし、シーンとしてる空気も嫌。こう みんなが言うところでっていうの一番辛いですよね。私ほんまもうね、太りやすい体質だけど、これね、みんなの前で言ったらね、これね、公開処刑ちゃう。いや、そうですよ。もう恥ずかしかった。もうそこは嘘でもいいからね、いや、なんかいつでも嫌いですよねとか、言うべきちゃう。じじいやし。まだ私も若いし。ひどかったわ。あれは失言ね。だから今何を話せが喜ぶかって言って、瞬時にその人のいいところを見る持ち物でもいいんですよ。はい、例えば、カバンかわいいよね、ここのピン留め。なんかすごいおしゃれなピン留めしてるって。ほんなら気に入ってんねんって、それでいいじゃないですか。なんで太ったって私に言った先生。これからますますちょっとダイエットした結果、またね、あのブログ一回読んでみてください。ということで、本日の恋愛大学終了したいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。